ネジは以前にゴールデンウィークで黒潮の造血パラダイスウィーク、略して春の黒潮大祭りやったと思うんですけれども、今回は黒潮の祭りではなくて日賀号に焦点を当てて夏の八号祭りをお送りしてまいります。というわけで、造血ウィークとなっているキハ八号、そして今年からデビューを果たした HC 八号を見ていきましょう。特急日第1号高谷舞希 HC85 番6両編成。東海道線を行く車、313系特別快速豊橋行き、次は尾張宇都宮に止まります。特急飛騨4号名古屋駅 HC85 の4両。特急飛騨5号と大阪飛騨高山飛騨古川駅、キハ85の10両編成。この飛騨号の10両編成は日本で走る機動車特急の中では最長クラスの編成数を誇ります。確かこの10両編成中7両編成が頭先頭車をねつなげて10両編成になっている、まあ大変態編成でございました。次の停車駅はゲロ。この飛騨25号と36号にある特徴があるんですが、もともとこれ急行列車で運転されていたんですよね。なんでその名残で特急列車に繰り上がった今でも停車駅は他の飛騨号よりもかなり多く急行要素を醸し出す、そんな車になっております。夏の空に音が響き渡りますな。特急飛騨81号臨時の高山駅、キハ85の4両。山の日ってこともあってね、一部臨時列車も運転されていました。今通過したのが飛騨81号高山行き。この飛騨金山って一部の飛騨は通過していくわけですが、こちら飛騨7号の高山行きだったかな。確か7号は高山行きだったはずです。で、この7号と続行の9号がどうやらこの日の飛騨36号と16号になるようです。特急飛騨多分11号だったかな。キハ85の7両編成。飛騨10号名古屋駅 HC85 の6両。ではここで Y 字型分岐器を通過する様子を外からご覧いただこうと思います。さて、気を取り直して夏祭り再開です。
特急飛騨1号名古屋駅キハ85系10両。5号高山駅 HC85-4 両。そういえばなぜさっきからね HC85 ではなく HC85 でやってるのかと言いますと、この車とある新幹線ロボットアニメにてなんと先行でデビューを果たし、なんと先行で走り切ってしまうというね、なかなかな偉業を成し遂げた HC85 という車でもあったりします。こうデビューしましたで出るのは分かるんですけど、まだ試作段階ですっていうところで登場して、もう大々的に花を飾って、なおかつ走り切ってるんですから、なかなかこれはね見ない例かなとも感じましたね。そう話していたら入れ違いでやってきたのは飛騨16号と36号、大阪名古屋行き。前の4両が大阪行き、後ろの4両が名古屋行きです。この飛騨号に関しては次の岐阜で切り離してそれぞれの方向へと向かいます。飛騨16号の途中停車駅は岐阜を出ると尾張、宇都宮、名古屋、36号の途中停車駅は岐阜を出ると大垣、米原、草津、京都、新大阪、終点の大阪に至ります。夕日を浴び西へひたすら走り抜け大阪へ向かいます。まあ、今日はね8号祭りですんで飛騨号だけでは済ませません。やはり8号といえばこっちも目を向けなければいけませんね。特急南紀です。特急南紀、紀伊勝浦から来た6両編成のキハ85系。飛騨と違ってね、南紀号って初定2両編成で運転されるように最近はなりました。ですね、この6両っていうのもね結構長大な編成に南紀号の中ではなったりもします。どこかへ向かうっていうわけではなくて車庫へと一旦引き上げます。名古屋駅の近くにね大きな車両基地があるので、そこまで向かうものかと思います。多分そこに向かうでしょう。こちらは本当に入れ替え中のキハ8号。多分ね、飛騨号でやってきたんかなと思うんですが、そこから回送列車になり、名古屋のさっき言った車両基地の方へと引き上げる、そんな場面でございますけれども、この飛騨号のいる真向かいは東海道新幹線。つまりですね、機動車と超高速の乗り物がこう一堂に顔を合わせるというわけですが、この2つの今映っている形式ってね、列車名そしてその属する路線から見て最古参ともに2つともなるわけで、その両者の新参がある新幹線ロボットアニメにて夢の共演を果たしているわけですから、なかなか感慨深いものがあるんじゃないかとあの絵から思いつつ、そろそろエンディングの時間になっているというのがまた驚きでございますが、
今回は夏の八号祭り、特急飛騨南紀で造血パラダイスとなっていた八号シリーズでございました。ということで最後、名古屋駅に到着する多分飛騨18号かと思いますが、その到着をお出迎えしてお別れとなります。お付き合いいただきありがとうございました。